ヤマハ S90ESS シリーズは、ヤマハのシンセサイザーの型番、商品名。ピアノサウンドに特化したシンセサイザーとして製造されている。コルグトリニティシリーズ以降、シンセサイザーの筐体の色はシルバーが多くなっていったにもかかわらず、この S シリーズは、S03SL 以外のモデルはすべてブラックを採用している。シーケンサーは、 プレイバック専用のものを装備している機種もあるが、原則的には付いておらず、伴奏データの作成は PC 上で行うようになっている。また、プロ向けに開発され、プラグインボード装着可能な S80、S30 の2機種のみを、競技の S シリーズとし、ヤマハモチーフシリーズをベースに作成された S90 と S、S90ES、S70XS、S90XS を、 S90 シリーズ DTM 用でプラグインボード装着不可の S03、S03S、S03BL、S03SL、S08 を S0 シリーズとして別シリーズとして取り扱うこともある。S801999 年発売。S シリーズの第一弾。鍵盤は88キー。プラグインボードを2枚装着可能。 プロ向けのシンセサイザーであるが、そのキータッチ、ピアノ音色からデジタルピアノとして十分利用可能なモデルとなっている。s 3十2千年発売、61キー、プラグインボードを1枚装着可能。音源部は S80 と共通だが、プラグインボードスロットの数と、鍵盤数、キータッチ、電源が AC アダプタになったという点が異なる。 同じように61キーで、プラグインボード装着可能なシンセサイザー CS6X と競合するためか、S80 より高発である。この機種の方が先に生産完了となった。S902002 年発売。88件、バランスドハンマー鍵盤。プラグインボード3枚装着可能。モチーフ8をベースに、シーケンサーとサンプラー部を割愛し、波形容量を増やしたモデル。 110MB の波形ロムを装備。S80、S30 は CS6X をベースに作られているため、S80、S30 との互換性はない。モチーフ8の後継機種モチーフ ES8 が S90 の発売から1年後に発売されたため、音色の良さにもかかわらず、影の薄い機種となってしまっている。S032001 年発売、61キー。 XG フォーマットに対応した64音ポリの音源を持ち DTM 用のキーボードとしても利用可能なモデル。XG 音源部のキャピタルバンクの音色は MU50 同等のものでなく PLG100XG と同等のものであり MU シリーズとはピアノやシンセベース、ニュージパドの音色などのニュアンスが異なっている S03S2002 年末発売61キー 上記 S03 をハロー、ミュージック同梱用にシルバーに筐体の色を変更したモデル。S082002 年発売。88件バランスドハンマー鍵盤。XG フォーマットと GM レベル2に対応。基本的には S03 の鍵盤数を増やし、キータッチをピアノタッチに変更した機種という位置づけだが、ロータリーエンコーダや USB 端子の装備など、 バージョンアップされたポイントもある。S03SL2004 年発売。61キー。S03 のシルバーモデル。色以外の仕様は S03 と同一。もともと前々年からハロー、ミュージック、同梱として発売されていた S03S を単体として再発売されたモデル。S03BL2004 年発売。61キー。s 0三 s l に合わせて、 従来の黒い ES レイサーも付属 CD r o m の添付を2004年から打ち切り型番を変更したモデル。S90ES2005 年発売。S90 の後継機種。モチーフ ES をベースとしている。88件バランスドハンマー鍵盤。モジュラーシンセシスプラグ。インシステムに対応した3機の拡張スロット。波形メモリは 228MB、768。 ノーマルボイスプラス65ドラムキット内蔵。3段階のベロシティスイッチを搭載。ベロシティの強弱によって1キーあたり3種類のサンプリングウェーブが自動的に切り替わってタッチによるダイナミックかつ微妙な音色変化を可能としている。グランドピアノ独特の響きを再現するダンパーレゾナンスという新たなエフェクトを搭載し、ペダルを深く踏み込むことで音を長く伸ばし、 浅く踏み込むことで短く伸ばすなど、音の減衰時間をリアルタイムにコントロールできるハーフダンパー走法も可能としている。S70XS、S90XS2009 年発売、S90ES の後継機種。S70XS が76件、S90XS が88件で、両方ともバランスドハンマー鍵盤。 モチーフ XS 直径の音色が搭載されている。波形メモリは 456MB に倍増し、そのうち 142MB 分のピアノ音色は、この機種で新たにサンプリングされたものが使用されている。ありがとうございます。